はい、こんにちは、原田農園です。2月19日ですね。今日は金曜日です。はい、外はですね、まあ、今トンネルとか見えると思うんですけど、雪がですね、まだ積もって、天気はすごくねいいんですけど、なかなか雪解けが先になりそうで、ちょっと外作業はですね、できそうにないので、昨日ちょっと YouTube ライブで苗状況とかどんな感じですかということで、問い合わせいただきましたので、ちょっと今日は苗どんな感じになっているか、紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、育苗ハウスにやってきました。ちょっと暖かいんで曇るかもしれませんけど、育苗ハウスは今こんな感じですね。こちらはアイスプラントの苗を、128からポット上げしたものですね。はい。で、こちらロッソナポリタンをちょっと破種したんですが、寒さのせいかですね、ちょっと見えますかね、今こんな感じでちっちゃい苗が芽が出てきてます。で、ちょっと凍結してダメになったものもあるんで、100粒巻いてどれくらい残るかはちょっと分かんないですが、ちょっと今様子見ながらこのトンネルの中ですね、育苗してます。はい。で、今こちら金系201の、キャベツですね。こちらは芽が出て大きくなってきてですね、双葉から本葉がね、今ようやっと出てき始めてます。はい。で、奥側とね、手前側、奥側はこの、見てもらったら分かるんですけど、こちらのトンネルの端の方になると寒くなってですね、どうしてもここの端が、生育が悪くなりますので、定期的にですね、内側と外側を、入れ替えてやることによってですね、生育ムラが、なくなるようになってきてます。で、今ちょっと入れ替えてますんで、この真ん中付近がね、ちょっと生育が悪いと思うんですけど、こちらはキャベツ清春ですね。清春の方は、金系よりちょっと大きくなってまして、もう本葉が2枚出揃ってるやつもありますね。この辺からもう、ポット揚げするですね、苗はポット揚げがそろそろできそうな感じになってきてます。はい。で、こちらは、ペーパーポットにハッシュしたですね、リーフレタスですね。まだこちらは双葉が出た状態のままですね。はい。サニーレタスですね。で、こちらは、スティックセニョールとか、昨日、ちょっと話がありました、カリフラワーのスノークラウンですね。こちらも128で芽が出てます。うちはね、まあそんなにたくさん植えないんで、128、1枚とか、そんな感じで、カリフラワーはやってます。で、芽キャベツとかですね。で、黒キャベツのカーボロネロとかも、今芽が出てます。で、こちらは小松菜、チェマサンチュ、サラダ菜、とんがりキャベツですね。キャベツもちょっといろんな品種を植えてます。で、こちらは、128や200穴に定食、じゃね、ハッシュしたね、サニーレタス、リーフレタスが、ちょっとね、大きくなってます。こちらは、128に、とか200に、ハッシュしてますんで、こちらの方は、ちょっとポット上げするようにね、していきたいと思います。で、こちらはミニチンゲンサイですね。こちらも育苗して、ハッピーチンゲンサイの岡田さんのところみたいにですね、定食していきたいと思います。はい、こちらはレタスシスコですね。はい、リーフレタス、サニーレタスですね。で、あとはですね、このスナックエンドウとか、ちょっと豆類をこのような感じでポットに、植えております。キヌサヤ、スナックエンドウ、こちらもスナックエンドウ、スナックエンドウ、スナックエンドウ。で、こちらも、これはリーフレタスですね。カーボロネノも、こちらにまた追加で巻いてます。こちらはね、あれですね。名前が出てこない。トウモロコシを植える予定だった、チェーンポットっぽい、
ペーパーポットですね、こちらの方な感じになってます。で、別ハウスにですね、おはようブロッコリーが発種してあります。ちょっとそちらの方今から行ってみたいと思います。はい、こちらはですね、調整場の横にあるハウスにやってきました。はい、おはようブロッコリーは今こんな感じですね。ちょっと水が足らない感じですね。まだ双葉が出て本葉は出てない感じですね。こんな感じで生育はしております。で、その中にレタスシスコですね、こちらもちょっとずつ大きくなってきてくれてます。はい、こんな感じですね。はい、今ちょっと枯れかけそうだったので水をやってもらってます。ここはおはようブロッコリー25枚です。ちょっとね、何枚か全然出てないやつもあるんですけど、まあ 100% 出ることはないと思うんで大丈夫だと思います。Ha ha ha!